ともに J1 昇格を果たしたものの、ここまで厳しい戦いが続き、勝ち点差1の残留争い直接対決。16位湘南ベルマーレと15位ヴァンフォーレ甲府の一戦です。ホームの湘南は前節から2人変更、ゴールキーパーは出場停止のアレックス・サンターナに代わって9試合ぶりの出場となる阿部信行。甲府も前節から2人変更、小坂は7試合ぶり、福田健介は4試合ぶりのスタメンです。まずは勝ち点差わずかに1ながら上位につける甲府。15分、湘南ゴールに迫りますが、ここは阿部の攻守に阻まれます。しかし甲府はこれで得たコーナーキックの流れから左サイドに展開。福田のパスをジウシーニョ、決めたのはパトリック。16分、アウェーの甲府が先制します。パトリックは川崎在籍時の湘南戦以来となる得点で甲府加入後初ゴール。先制を許した湘南は24分、アグレッシブな攻撃を仕掛けます。対応が遅れたジウシーニョが前節 J2 戦100試合出場を達成した小林翔太を倒したとして湘南がフリーキックを獲得。このフリーキックをキャプテン長木が入れて、最後は大野。26分、湘南が同点とします。甲府山本にとっては手痛いクリアミス。大野の今シーズン2得点目は長木の正確なキックから生まれました。是が非でも勝ち点3が欲しい両チームの対決は後半勝負へ。後半最初のチャンスは湘南。54分、菊池大輔が思い切りよくミドルシュート。64分、湘南はその菊池に代え新戦力の大竹をピッチに送り出します。すると69分の湘南、2試合連続途中出場となった大竹のスルーパスに高山、決定的な場面を演出します。さらに73分、再び大竹のスルーパスにウェリントン、しかし決めきれず。湘南の勢いに押される時間帯が続いた甲府ですが、82分、福田が息を吹き返す豪快なシュートを決めます。福田の16試合ぶり今シーズン2得点目のゴール。チームにとっても13試合ぶりとなる複数得点で甲府が勝ち越しに成功します。ホームでこのまま負けるわけにはいかない湘南。89分、大竹のコーナーキックから小林が頭で合わせますが、惜しくもクロスバー直撃。残留争い直接対決は2対1で甲府に軍配。一方敗れた湘南はこれで4試合勝利なしです。技術とかそういうのじゃなくて、まあ、直接対決だったんで、まあ、気持ちで絶対負けないようにしようってチームに入ったんで、まあ、それができてよかったです。まあ、1試合1試合勝ち点拾っていけるように、まあ、頑張ってきてます。前半こうすごくいいフィーリングでサッカーやれてましたし、シュートまである程度いけてたんですけども、最初の、まあ、シュートチャンスというかフリーキックでこうやられたのですごく嫌な流れだったんですけども、とにかく2点目を取られないという意味では選手がよく辛抱してくれて必ずチャンスが来るというところを、まあ、信じながら堅い守備というのを90分意識させるようにはしました。今日は何より必要な勝ち点3を得ることができました。次節はホームで、広島を迎えることになります。最後に意気込みを聞かせてください。はい、今日の湘南というのは切り替えであるとか攻守のバランスであるというのは非常に高いモチベーションで来てましたし、湘南に勝てたからけども次が強い相手なので難しいということではなくて、僕は湘南に勝ったというのはすごく大きな自信になると思います。今日のような隙のないチームに勝ち点3を取れたのであれば、これを継続すれば広島にだって必ず勝機はあるというふうに思っているので、また勝ち点を取るべく準備したいと思います。注意してた形で最初やらずもな失点してしまって、まあ、よく追いついたんですけど、やっぱりそういうことを試合の中で起こしているとなかなか勝利の目が今こっちに微笑まないなと、本当に僕はまだまだ甘いなと、そういう自制の念だけの試合で終わってたんですけど、まあ、でもただ
まあ、選手はそれこそ俺が言ってることを遂行しようと 120% の力でやってくれてると思うんで、実際の指導が入ってたらとかいろいろ言いたいことはありますけども、それも含めて我々の力だと思うんで、今日はシンプルに甲府さんのそういう勝とうという気迫とか、そういうのに少し押された場面が何回かあったんで、そこは本当に甲府さんには本当におめでとうございますと心から言いたいと思います。決勝ゴールがどちらに生まれても、まあ、正直不思議ではなかったと思うんですけれども、そういう中で足りなかった点というのは今考えられること何かあればお話しいただけますか。我々が最後にゴールを入れる力が足りなかったというだけで、まあ、アウェーの試合は相手の方がリズム取ってたけど我々は入れて、まあ、一勝一敗ということなんですけども、まあ、でも去年から高3度ずっと切磋琢磨してやってきて、まあ、その中であそこで決めきれないのは本当にまだまだ我々甘いなということを神様が知らせてくれているんだと思って次に進みたいと思います。